続きまして声優構成です。父アドバイアムーン、母オブザーバント、母の父カポーティの9歳です。金付け料は受胎条件の50万円です。声優構成は2歳でデビューし、8歳12月まで42戦7勝2着7回という競争成績です。今年の新種ボバの中では一番最後に到着しました。声優構成の現役時代を振り返りますと、2歳6月の東京競馬場芝 1800m にてデビュー。初勝利を挙げたのは2着を3回続けた後の7戦目となった3歳の3月。この時はダート 1200m にて後続に8馬身差をつけて圧勝。ダート適性の高さはここで示しております。初勝利の後は舞台を芝に戻して、そこから快進撃が始まります。条件戦を連勝後、3歳秋にオープン入り、4歳になるとそのスピードにさらに磨きがかかり、オープンの淀短距離ステークスを優勝。重賞初挑戦となった次走のシルクロードステークスではタイム差なしの2着に敗れはしましたが、初の G1 挑戦となった次走の高松の宮記念にて、レッドファルクス、レッツゴードンキー、スノードラゴンら強豪を相手に直線で弾けるような末足を披露し優勝。一気にスプリント界の頂点に立ちました。その後も5歳時に G3 函館スプリントステークスで重賞制覇、6歳時の G1 高松の宮記念では勝ち馬と半馬身差2着となるなど、8歳までに短距離界のトップクラスにて息の長い活躍をいたしました。特に高松の宮記念には勝った4歳児から5年連続で出走、負けた年でも全て勝ち馬から 0.5 秒以内と高いパフォーマンスを維持し続けました。血統面についてご紹介しますと、老いに南関東重賞4勝で交流 G1 でも活躍中のモジアナフレイバー、オープン競争3着で今年から同じく4馬入りするボルトマイスター、おじには NHK マイルカップ優勝馬大気フォーチュン、 G2 ニュージーランドトロフィー勝ち馬大気リオン、そしておばの G3 クリスタルカップ勝ち馬大気ダイヤから1台経て NHK マイルカップ優勝馬クラリティスカイやクラリティシティなど日本での活躍が多数出ております。さらに遡りますと、4台をタムレットからはイギリス2000ギニー勝ち馬ノンファクト、1台挟んでゴーンウエストが出ているほか、4台母の兄が名刺母馬シャンペンアップの父であるエタンという世界的に成功した種母馬が続々並ぶ豪華なファミリーです。現役時に見せた高いスピード能力とタフな馬体、世界的成功種母馬が続々並ぶ確かな母系、そして運動神経の高さを垣間見せるこの足さばき、次世代スプリント種母馬を担う活躍を大いに予感させてくれます。声優構成の種付け料は受胎確認後50万円となっております。たくさんの申し込みお待ちしております。以上、声優構成でした。